飛ばすために飛ばない原因を知ることから始めようと。なるほどね。今日のこの回は、はい、飛ばない原因だけ、飛ばない原因を探るという紹介して終わりと、はい、終わりです、はい、まず一つ目、はい、トップ1へのこだわり、はい、その2、はい、ボディ頑張りすぎ。なるほど。その3、はい、インパクト頑張りすぎ、はい、こちらの3つでございます。これがパンチングマシーンみたいな、うん、で思いっきり強く叩けたやつが優勝選手権があった時に、これを皆さんどうやって叩くかなんですけど、うん、まずここからスタートします。はい、で上にこう上げて叩くと思うんですけど、うんうん、言ったらここがテイクバックですよ。助走をつけて切り返す、はい、この時にトップの位置って気にする人いますか？いないね。ジニーゴルフをご覧の皆様、こんにちは、こんにちは。ランパンコーチの南雲です。お疲れ様です。お疲れ様です。お久しぶりですかね。お久しぶりですね、はい、居酒屋なっくんから飛び出てきまして、はい、飛び出てきました。ランパンコーチ来ました、はい、だから今日は撮りたい企画があると。撮りたい企画がございますね、はい、最近このインスタグラムと TikTok とでゴルフ居酒屋なっくんという名の、ね、結構盛況してるよね。そうですね、レッスンライブみたいなのをさせていただいてるんですけど、はい、お客様のゴルフのお悩みを聞いてライブでこうお返ししながら、いいですね、いいですね、喋るっていう、はいはい、でそれをちょっとまた YouTube にも持ってこようと。そうですね、 YouTube でもちょっとライブ配信ね、はい、3店舗目開店しようかなと、はい、インスタ、TikTok、YouTube、はい、ライバーですから最近確かにライバーコーチ名前変更する、はい、最近ヘッドコーチから言われるので、はい、今日ライバーの日かって言われるそこでたくさんご質問いただくんですけど、はい、特にやっぱ多いなって思うのが、はい、やっぱドライバーの飛距離を伸ばしたいというご意見が多いなと感じますね。これはね、やっぱ飛ばしたいという、はいはい、でちょっと考えてきたと、はい、今回は飛ばしの秘訣について、はい、なんと2章にわたってご紹介しようかなと思っております。2章、はいはい、まず第1章、はい、本日の動画はですね、はい、ちょっと待ってくださいね、カンペを見ます。献立表、献立表が入ってます、はい、飛ばない原因、はい、3パターンをご紹介。なるほどなるほど。飛ばすために飛ばない原因を知ることから始めようと。なるほどね。今日のこの回は、はい、飛ばない原因だけ、飛ばない原因を探るという紹介して終わりと、はい、終わりですが第1章。第1章、なるほどなるほど。で第2章、第2章が、飛ばすためにやるべき2つのこと。おお。なので第1章で今からご紹介します、はいはいはい、この飛ばない原因っていうのを勉強していただいて、はい、それを踏まえて第2章でじゃあ実践してみようぜという豪華2本立てでお送りしたいと思います、はい、いいですね。早速いきましょうか。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。本日の献立と言いましょうか、はい、3つあるんですね。3つあります、はい、今ちょっと僕も献立見させてもらってるんですけど、はいはい、ぜひご紹介お願いします。わかりました、はい、まず1つ目、はい、トップ1へのこだわり、はい、その2、はい、ボディ頑張りすぎ。なるほど。その3、はい、インパクト頑張りすぎ、はい、こちらの3つでございます。なるほどです。こちらの3つとなりました。あ、これは確かに飛ばなそうな要因に。そうですね。でも、ね、なんか飛ばすために必要じゃないのっても思いがちな、うんうんうん、確かに確かに、ここ大事じゃないっていうところが意外とまさかのかさまのかさまのまさか原因になるか、はいはいはい、ということで今日はこの3つを徹底解剖していこうと。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずトップ1へのこだわりということで、はい、やっぱゴルファーの皆さんはこのトップの位置っていうのを、うんうん、結構参考にされる方多いと。確かに結構気にする人多いね、はい、あの選手はトップがここだから、うん、言ったらこの手首の位置とか気にしがちな部分ではあるんですけれども、うん、トップの位置をこだわってしまうとなぜ飛ばないことにつながってしまうのか、はい、スイングの目的ですよね、うんうん、ボールをぶったたく、うん、飛ばすための助走と加速の部分になってくる、はい、ここで位置を形として捉えてしまうと、うん、テイクバックの大事な助走っていうのが生み出しにくくなってきます。なるほど。切り返しの加速っていう部分もどうしてもここで形で捉えちゃうと、一回ここでエネルギーが、体のエネルギーが止まってしまって、うん、ここからもう一度プレイヤーが頑張らないといけなくなる、うんうん、簡単に言えばこのバックを
まあ何でもいいです道具を使って上から下にドンと叩いて、はい、これがパンチングマシーンみたいな、うん、で思いっきり強く叩けたやつが優勝選手権があった時にこれを皆さんどうやって叩くかなんですけど、うん、まずここからスタートします、はい、で上にこう上げて叩くと思うんですけど、うんうんうん、言ったらここがテイクバックですよ助走をつけて切り返す、はい、この時にトップの位置って気にする人いますか？いないね、はい、こいつを思いっきりもう日頃のストレスとか思ってることとか、はい、話聞くよお願いします。何かあった？ない大丈夫、うん、急にトゲがあったからさ大丈夫はい、めちゃくちゃ幸せです、ね、よかった。こいつを叩くとき思いっきりここトップの位置って気にしないですよ、全然、うんうん、ここあのプロゴルファーはここにあるなっていうのを意識して叩いてしまうと、なるほどね、クラブの流れが止まってしまう、悪くなってるね、完全にね、意味がないというか、うん、ここで形で決めてしまえばここいらなくなるじゃないですか、うんうん、何のためのテイクバックってなっちゃうので、はいはい、じゃあそもそもここから始めた方が良くないっていう、そもそもじゃあトップの概念いらないぐらいの概念いらないんです、うん、トップっていうのはテイクバックからダウンスイングに行く時の通過点、そこをパチッと切り抜いてトップって言ってしまってるので必要ない、必要ないと。なるほど、トップの位置のこだわり、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。これね、もうレギュラーです。レギュラー、G2 ゴルフ確かに僕より出てますG2 ゴルフ結構いい勝負するかもこいつ、はい、音の出ない、音の出ないインパクトと、戸谷商店さんから、はい、次ボディ頑張りすぎ、ボディ頑張りすぎ、はい、ボディ頑張りすぎです皆さんさようでございますか、はい、はい、ボディが頑張りすぎて、はいはいはい、意外とクラブが走ってないことが多いなっていうのが一番考えられるんですけど、はいはい、それもボディの話って結構多いじゃないですか、うん、下半身リードあーよく聞きますね、やりましょう、腰から切りましょう、体重を左かかとに乗せましょうとか地面蹴りましょうっていう話が多いのでどうしてもそっちに意識が行きがちになっちゃうんですけど、うん、もちろんそのボディの動かし方とか使い方っていうのもめちゃくちゃ大事です、うんうん、必要なことなんですけどそこはプレイヤーが過剰に意識しなくてもいい場所になってくるんですよ。なるほど。ボールを投げるとき、このボールをとりあえず早く投げましょうって言われたときにどうするかなんですけど、思いっきり腕振るじゃないですか、うん、であとこのときって意識は腕だけ、はいはい、でもっと早くもっと遠くにってなってくると、うんうん、体を下半身が、ね、自然と、はい、下半身が入ってきたりとか、このときに一番大事なのはやっぱりこの腕ですよね。腕を早く振るために体を動かすっていうところが必要になってくるので、うんうん、下半身リード主語が抜けちゃってるからっていう感じですね。クラブを速く走らせるために下半身を回しましょうっていうような意味合いが込められてるので、はいはいはい、まず大事なのはクラブを走らせましょうということです。ありがとうございます。最後ですね、はい、最後インパクト頑張りすぎ、インパクト頑張りすぎ、はい、インパクト頑張らないといけないでしょっていう声が今聞こえました、うん、はい、なるほど、もちろんインパクト頑張るんですけど、うん、頑張るのは誰ですか？そう、ドライバーですね。俺は今言わなくてよかったよ。いや、言った方がよかった。言った方がよかった。怖かったな、この空調の音が頑張るのはプレイヤーじゃなくて、インパクトを頑張るのはゴルフクラブですね、はい、ドライバーが頑張ってくれる場所なので、うん、プレイヤーはそれにサポートしてあげるんですけど、このゴルフクラブを頑張らせるためにはゴルフクラブに大いにこう動いていただきたいんですよね、うん、この時にプレイヤーがよくしがちなのは当てたいとか飛ばしたいってなって、うん、ゴルフクラブをプレイヤーがコントロールしちゃうってなると、うん、本来クラブがこのぐらい走る部分をプレイヤーが固めちゃうのでクラブの運動量が減ってきてしまう、はいはい、スピードに乗らないですね。スピードに乗らない、うん、インパクト頑張ろうとすると基本的にこうアーリーリリースになってしまったりとか、はい、窮屈になってしまったり、うん、それを嫌がってカット軌道に入ってきたりっていう原因につながるので、うん、ここクラブで一番の見せ所なので、はい、インパクトゾーンっていうのはなのでプレイヤーが開けに行くっていうよりかはこのゾーンでクラブをパーンと走らせてくる、なるほど、意識が大事になってきます。
この道具を使ってあげましょうというプレイヤーがインパクトで出しゃばらない。そうですね、わかりました。本日の献立は以上。本日の献立以上ですね、はい、今日ここまでとさせていただきます。おお、はい、引っ張るね。ごめんなさい。え、これが第1章です。これ第1章です。はいはいはい。第2章はこれを踏まえて飛ばすためにやるべき2つのことがございます、はい、なるほど。次回はぐんぐんドリル、ビュンビュンドリルとなっております。でこのドリルがどういう効果をもたらすのか、はい、どういう意識になるのか、今回で話した原因に話した原因がどういう効力を生むのか、はい、解明されてきます。この後楽しみです。はい、早く見たい。はい了解しました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、お疲れ様です。ということで、はい、ありがとうございました。本日は飛ばない原因3つでしたね。3つ参戦、はい、お客様の声を元に作成しておりますので、はい、はい、まあ間違いないでしょう。そうですね、一番多いのかなと。一番だライブの声ですもんね。ライブの声です。よろしかったらまた次回もぜひご覧いただいて、高評価だったらコメントたくさん書いていただくと、はい、あの僕が喜びます。はい、はい、チャンネル登録も、はい、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いします。お願いします。インスタライブもですね。そうですね、インスタライブの方が僕の個人のアカウントで毎週月曜日の夜、はい、TikTok が J-HOLIC の公式のアカウントがございまして、そちらで毎週土曜日の夜配信させていただいております。皆さんよろしかったらですね、ぜひぜひワンドリンクだけでもいいのでちょっと飲みに来て、ソフトドリンクでも全然構いませんので。ソフトドリンクはちなみに質問っていうことですよね。そうですね、あ、分かります。質問、はい、あ、挨拶です。挨拶、はい、なるほど、来たよ、はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。どんな車にもあるんです、価値が。古くても動かなくてもどんな車でも高く買えます。その自信どこから。そこから買い取りはそこから。